じゃないか。ビーベン。どうも堀口です。萩でーす。結構ここのとこ、はい、スタッフさんの裏話が続いてるじゃないですか。そうですね。で、はい、これでなんかあの、はい、スタッフさんの写真お見せしたい、はい、カメラマンさんのね。そうなんです。はい、はい、朝日さんの。なんか好評だということで、はい、写真シリーズで今回も行きたいなと。行きましょう行きましょう。あのさ、よくさ、うん、僕のことを隠し撮りしてるでしょ。なんかさ、バレてたら隠し撮りじゃないですね、はい、なんかさ、インサートの合間とかにさ、はい、僕がなんかフォーってしてるのをさ、はい、なんか撮ったりするでしょ。はい、はい、します。まあ僕も撮ってたりするんで。あ、本当ですか。お互いがお互いの写真のベストショットね、隠し撮りベストショットをちょっとさ、いや悩むな。うん、出しましょうよ。いろいろあるからね。いっぱいありますよ、そんなの。あるよね。あるあるある。あれどっちから行く？行きましょう、行きましょうか、私。行く？はい。いいよ、じゃあ、いいですか？うん、トントントンって紹介させてください。この、いっぱいあるの？はい。はい、え、何？トン。え、何？見えます？見えます？トン。トン。はいはいはい。トン。はい。トン。はい。あの、伊賀ですよね。伊賀忍者のところ。忍者のところですね。はい、あの、博物館の。はい、横のとこですね。はいはい、これあれですよね。あの、一応説明しますと、その博物館の横のところに、普通の地面の上に屋根みたいなのがあって、そう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 、忍者に、あなたも忍者になれるみたいな。鳥用によっては、屋根の上を登ってるかのように撮れるってやつね。そうそうそう。で、それを、ドライバーの小林さんが撮って、撮り方が全然ダメだったから、ただ地面にこうなってる人っていうね。見て、だって車入っちゃってる。これはちょ待って、これはさ、俺がダメなんじゃなくて小林さんがダメなんですよ。堀口さんってやつ。いや、俺がないよ。いやいやいや、これさ、俺が落とし入れられるじゃない。すげえカッコつけてさ、こうやってさ、でさ、まあ、すげえ忍者だみたいなさ、のがなきゃダメなのに、こうただ地面にこうなってる。やるね、それ出します。はいはい、わかりました。面白い、いいですよ。はい、じゃあ僕の方出しますね。私もそんなあんまりね、気抜いてないですよ。ハギちゃんってね、皆さん身長高いじゃないですか。今でも、身長伸びてる。伸びてます。あの、そうっていうのも、寝る子は育つって言葉あるじゃないですか。よく寝てんですよ。ご覧ください。寝ますけど、ロケ車でロケ車でね、ほんとね、あの、帰ってきたら即寝で、すごいのが、何のいびきも寝息も立たないから、いわゆる死んだように寝てるから、こっちも気配がね、感じないのよ。で、これず、えらいもんでね、ずるいのが、台本広げてるでしょ。スタッフさんとかが急に帰ってきても、台本読んでましたみたいな手がね、まかり通るわけですよ。賢いというかね、こう、本当にね、撮られてました？撮りましたね、これ。寝てる、本当だ。完全寝てるでしょ。完全寝てる。でもなんかちゃんと読んでる風。そうでしょ。かすげー開いて、ちゃんと手に持ってさ。いや、すごいのよ、そこら辺の計算。ちょっとね、そうですね、昔から、うん、あの、勉強してるふりしてね、部屋で。漫画読んで、トン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 ってやるとシャッてして。よくあるやつね。なるほどね。あの、ここにさっき僕の情けない写真を撮ったドライバーの小林さんがいるんですけど、はいはいはい、小林さんもなんか今あるっていうアピールをね。あ、いい写真、ベストショット何ですか、見てわかります？わかります。寝るなら堂々と寝なきゃ。そう、やっぱね、このようにね、俺は寝てましたともう逃げも隠れもしませんと。もう一回小林撮ってるな。ね、これさ、フォトジェニックなんですよね。最高のこれ、ちょっとシュールな感じ。何ですか？これ何？え？何の写真？はい、すいませんでした。これはね、僕のボンミスです。これ僕のバッグの中ですね。はい、あ、の中に、家に帰ってみたら、テレビのリモコンが入ってたんですよ。部屋のリモコンでも。ホテルの、ホテルの部屋のリモコン持って帰ってきちゃって。で、やべってなった時に、もう夜だったわけ。家着いたら、はっ、ホテル電話して、どうしようどうしよう、とりあえず小林さんに LINE しようと思って俺持って帰ってきちゃいましたって言った時の写真、よく撮ってあるな、本当に。いや、恥ずかしいね。あ、ホテルの人優しかった。あ、わかりました、なんかないなと思ったんですよ。もう、早急に明日の朝送りますんで、すいませんっつって。
いや結構です、大丈夫ですよ、代用のものでやってきますんでつって。さすが。本当に。いやこれ意外に盛り上がっちゃいましたね。どうしましょう。第2弾またやりましょう。やりましょう。というわけでまた次回です。小林さん爆弾だなちょっと。俺のこれはちょっと。